トナイトは子供にさせる悩みとかある、言葉遣いとか悪くなっちゃったり、まあかそれはね、ぶっちゃけ言うと友達によると思う。例えばネットで友達作るってなったら割とリスクはある。いい時もあるし悪い時もあるから、その子によって言葉遣い悪くなったりするけど、別にフォートナイト自体をやって言葉遣いが急に悪くなったりはまあないとは思う、基本的にね。もうそれよりかは僕マリカとかの方がうわーって言っちゃうもん僕の場合はやけど、まあ、その人のタイプによるかもね。ちなみに言うと、あの海外かなんかの調査で一番なんて言うんだろう、ストレスがたまるゲームはなぜかなんかマリカって言ってる人いた。海外のなんかのなんかで見たんよ、ね、誰かの実況者が動画出してて、一番こうストレスがたまりやすいゲームのナンバーワンがなんかどっかのな、なんか研究してる人がいて、なんかマリカって出てて、マジみたいな。え、聞いたことない。いや、なんかそれ動画で見たよ、この前。いや、ほんまかわからんから、あんま信じてほしくないんやけど。え、ショートで見た？いや、なんか見たことあるよね。いや、なんかであったよ。なんか動画で見たよな。いや、ほんまか知らんから、信じてほしくないんやけど。義賊さんも言ってた。義賊さんが言ってたら、そりゃそうやろ。大パンすんな、それ。サワヤンさんや。ま、どこまでがほんまかわからんけど。まあ、FPS 系のゲームって銃持ったりするからさ、まあ、なんて言うんだろう。とかおやーとか、まあまあこういうのをね、まあ言ったりとか、雑魚とかっていうのは、まあ、めっちゃいたね。フォートナイト実況してるときはもう雑魚とか、もうひねとか、もうすごい言葉飛び交ってたけど、まあやってる人によるやろな。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画と概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社最高！ドズル社しか勝たん！